can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something. おはようございます。ファイティアオチャンネルママです。いや今日は万博でアウトドアフェスやってるので撮影とともに今楽しもうと来ました。去年は去年で楽しかったから今日も楽しんでいきたいと思います。下からどうぞ。引く。めっちゃ出た。熱なってきた。今日はなんか自転車のイベントがやってて、そっちがすごい賑わってます。うん。なんか BMX とか。ほんまかいな。おはようございます。ファイティアオチャンネルです。おはようございます。おはようございます。これどっちがいいですか。どっちも多分50枚じゃある。すごい。小さい方が私です。小さい方が私いいですか。全部。いや、キッチンカーが結構高価。そうですね、豊富やけど、あれやね、前回多分コロナ真っ最中やったから少なかった。あのお店あっち側やけど、どうする？これはまだ椅子がめっちゃ安いですよ。3000円。安っ。でもあれやな、このタイプ落ち着かへんようになってきた。あのあれで慣れてるからしっかりしたやつで。安い。今日だけなんと1万円。めっちゃ安ない。一応あの寝室と全室あるよ。一応だってコットも入って寝室と全室もある。雨でもほら荷物とか置いてある。ポールも売ってる。あのハンモック見て。自立式ハンモック5000円やで。5000円。安ない。クッカースタンド見て2000円やで。これでサイズなんぼです。この辺65ですね。これ私中で見たで。ホットサンドメーカー3000円。椅子とのものも何か売ってんやん。ペグ10本セット1000円。めっちゃ安ない。これ10本で1000円です。今日1680円が1000円。今日だけ。はい。やっぱあれやね、フェスになったら値引きがすごい。なんでこんな安いんですか。めっちゃ安くないですか。はい、一応あの今回アウトレット価格っていうところで出させてもらって、めっちゃ安いんだけど。ありがとうございます。すごい。もうあの在庫あの今日の分はもうなくなってしまったんですけど。早っ。はい、あの昨日の段階でちょっともう。あ、そうなんですか。はい、いや安い。安いし。そうなんですよ。めっちゃいい。はい、おしゃれ。オンラインショップだったらまだあの買えるんですけど。はい、ここキーやね。もうかわいい。ありがとうございます。すいません。
いや、いいな、今日の分なくなってんて。マウント隅あったよ。いや、ほんでこれはファイヤーライター。これ実はね、これ絶対いるから、安いから買っていいですか。いつもだってこれ700円ぐらいで買ってるからさ、税込みで500円やで。ファイヤースターターあんで。ファイヤースターターはこれ。せっかくやからちょっと試して試していいっすか。ほら上手やろ。これで少し出せへんねんな私。ついたことないねん。あったこれ。パターンって閉まるやつやん。1秒でいける。あ、これ。忘れてない。こんな便利なもん忘れてない。行き過ぎだろ。テーブル、え、安い。全然やで、めっちゃいいやん。え、じゃああかんで、それも金払ってる。え、こんなちっちゃなの？そんなちっちゃなの？見て、だってハーフテーブルミニ。これミニなの？これミニじゃない、でかさやんな。これかな、ミニ。あ、ほんまや、ちっちゃ。え、すごない？いや、すごい。こういうことや。はい、でも見て、ここめっちゃ可愛くない？可愛いな。へえ、これ可愛いな。レギュラーでも安いで、5000円。ストーブテント、TEC。 でかっ。あ、見て、めっちゃストーブ、ちょっと欲しかった。あ、でも見て、ちっちゃいの。安ない。33,000円やで。めっちゃ安いやん。買いましょう。いきなり。いや、めっちゃいい。見て。何これ。これこれこれ。これでこう空気送ってんねん。わー、これは渋いぞ。かっこいい。どうですか、パイケンママさん。薪ストーブ。いや、薪ストーブ欲しい。薪ストーブをでも入れれるテントを持ってないんですよ。そうやね、 TC。 だから薪ストーブを入れれるテント、うん、買っちゃいましょう。おう、これ欲しいな。これめっちゃ安いで。え、ちょっと待って、42,900円だ。そう、めっちゃ可愛くない？撮影してる場合じゃない。いや、でもこのさ、でっかいのでもさ、1万円ぐらい値引きされてんで。でかすぎる。うん、でかい。すごいな、薪ストーブ欲しくなった。いいっすね、薪ストーブ。どうします？買います？すぐ買おうとする。あ、かわいい薪ストーブ。俺ちっちゃいのでもいいじゃないか。うん、ちっちゃいのもかわいい。あ、これ大きい方やで。うん、うわ、かっこいい。かっこいいな。見て、ここにほら、マウントするみたい。ちゃんとバッチ買わないと万引きになっちゃいます。買いますよ、じゃあ。すいません。そうですね。ああいうことやろ、ロールテーブル。あ、そう、かっこよくないですか、やっぱり。3万円です。もう3万円するんですか？3万円です。ロングで3万円です。ロングで3万円。すごい、テーブルも出してんねんね。もう。見たら分かるじゃん。なんかさ、買ったやつ。テープ貼ってくれへんかったけど。
緊張してたんだよ。緊張してたんかな。演歌だ。あ、これこれこれ、そう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 、これトリゴン新作です。これ伊藤さんで見たんですよ。あ、そうですか、ありがとうございます。トラテンで伊藤さん、はい、いや、これ可愛いな、やっぱりトリゴン可愛い。ここでほら料理できるよ。めっちゃ可愛い見た目が。映えやで、映え。うわ、バケツかわいい。あれバケツかわいい。あ、シリコン。落としても大丈夫。シリコンじゃないんですよね。すごい。一応、ビルの3階から落とした経験がある。経験すごい。ここのこれがいいよな、もう、うん。これね、すごい水切れがいい。ね、で、裏これあるんで、ね。あ、こう。あ、めっちゃいい。あ、ほんまや、明るい。すごい。で、あの、車のトランクとかに入りそうで入らないってやつですよ。あー、曲げて入れる。レイヤーでできちゃうんです。すごい、これは多機能。で、こんだけ色展開してるのなかなかない。そうですよね。5色あるよ。うん、これ、めっちゃかわいい。これがかわいいよ。ありがとうございます。あ、見て、めっちゃかわいくなる、ほら。かっこいい。使い込んだら。これで、ね、60時間ぐらい焼いてる。なので、これが今調理モードなんですけど、うん、これぐらいのスキレットだったら3つぐらい置いて、うん、あとこれとポットとかこういう沸かしながら調理モード。なるほど。で、これ薪が横から入れれるんですけど、うん、調理するとき火加減大事じゃないですか、うん、鍋とかやってたら。それで入れたり出したりとか含めたりとかってそれできるんで、すごい使いやすい。で、調理が終われば取ってもらって、これエイヤーで切ってもらってます。これも縦型の焚き火台。おお、焚き火台って普通ここじゃないですか。薪のここ焼け残ったりしてなかなか燃え尽きてくれないんです。これも掘り込んでもらうだけで全部最後まで燃え尽きるんです。すごい。この角に二次燃焼の筒がついてるんで、下から外からここ空気入れて、うんうん、ここから新鮮な空気出すことで最後まで燃え尽きます。めっちゃいい。同じ薪の数でもこっちの方が全然長持ち。だから燃料を無駄にしないっていうエコな、エコなストーブで、しかもこの地面が全然熱くならないんですよ。あ、そうなんですか。実はこれ同じ時に使ってるんですけどもね、冷たいままなんで焼けないんですよ。ここだけ色が違う。そうなんです。ここはさすがに熱いですけど、ね。でもやっぱり使い込んでったらね、やっぱりあのどうしてもヘタる部品が出てくるんですよ。ああ、なるほど。で、一応このトリゴンは全部のパーツが、え、こんなバラバラなんですか。で、ヘタった分だけ交換してもらったら、あれ一生もんも飛ぶ。あかんとこだけ変えてみたいな。ああ、すごい栄光。へえ、考えられてる。すごいすごい。組み立てるのも楽しそうやね。あの、ただ普段は足だけが取れるようになってるんです。で、上はねこのままなんで、であのこれ専用のバッグがあるんで、その中で突っ込んでもらって。へえ、なるほど。これかっこいいな。ぜひぜひ、まだ出来たてのほやほやなんでぜひ紹介してください。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。可愛い、この緑とそう。考えられてる。ありがとうございます。これよかったら、あのカタログになってる。あ、ありがとうございます。中にステッカー入ってるんで。あ、いや、ありがとうございます。これ可愛いな、思ってます。ありがとうございます。どんどん宣伝していきますね。去年ね、あの、長いことお話ししていただいたけど、もうパップネット好きになる。持ってこいな、さ色違いも貼ってくれて、今日は。もう可愛い。やっぱ可愛いな。なんか去年よりレベルアップしてる気がする。あの看板とか。そのようにいいんじゃないですか、ママさん。ちょっとあの私パップテントのブームがちょっと過ぎ去ってしまって、もうダイヤモンド型がちょっと気になってます。ここじゃないんですね。これじゃないな。ちょっとでもなんかファゴットっぽい。そうやね。ちょっと似てるねん。
これなんか あれにも似てない、あの遊びと。ほんであそこも何だっけ、ダルトン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 でもこんなカバン売ってなかった、売ってましたね、うん、え、めっちゃ安い、3500円って売ってました、売ってました。緑めっちゃ似てんの。え、ちょっと待って、2500円やって。あ、切れます、このそれがあれば切れます、切れます。あ、軽い、ちょっとサイロットに似てる、似てる、サイロットに似てるなって感じか。なんと2500円です。500円になってます。安い、安い、近いの、断熱とかね、かわいい、何カバー、単にカバーです。あ、こういうことや、なったもんは温められない。え、めっちゃかわいい、1000円、いや、これも1000円です。2色しかないんですか。いや、ね、これ全部、これ全部チビラです。あ、これそうなんや。そうです。かわいい、え、この色かわいい、新しくない。あれやったよな、あの16ちゃんって言ってた、16ちゃんやったっけ。あのペンギン、ペンギンやったっけ。チャムスや。チャムスしか使ってないからさ。さすがにこの、でも間に合えへん、何色がいい、何でもいいです。これも可愛いな、思ってんけど、めっちゃ可愛い、どれがいい？え？任せます。あ、6色あんの。こっちがボタンタイプになってて、こっちがあの包み込む、あ、ちょっと形状が違うんです。ほんまや、スポッと入れていただくタイプと、うん、あのボタンで留めていただくタイプ、ボタンが2つですね。あ、2色、はい、ボタンタイプが2色やって、これこの色はボタンタイプの。そうです。そういうことやわ。どっちが好き？ボタンのこの、これも可愛いけどな、この色。なあ、やっぱテントの色考えたらこっちになるのかな。こっちにする。これ、これじゃあ。ありがとうございます。1000円になりますね。はい。安い、安いんです、安い。あ、そうしたら、はい、ステッカーも一緒に。わあ、ありがとうございます。わあ、すごい、ステッカーありがとうございます。はい、お邪魔しました。いや、初めて新聞館の買初めて、初めてお金出して買いました。チャンス。いや、でも可愛いな、あのシンプルやし、うん。あ、あれあんで、ロール、ロール、安っ、見て、1万円やで。訳ありやって。どういう訳があるの。ちょっとあの、あそこがもうコンってなってるから。分からへん。あ、でもなんでこれ訳ありなんですか。ね、ちょっとね、はめるのが硬いっていうのと、こっちはあ、こう、こっちよりは硬くないんですけど、少しこう、あ、こうやって、この時にここがちょっとだけ、こう、入ったんですよ。何何何、ガチャガチャ、こう、あ、ほんまや。ちょっとコツをつかめば、大丈夫。コツがいるから、あ、半額ぐらい。半額やって。雨降ってきたで。大丈夫。ここにもあるやん。いや、もうありがたいことに声かけていただきました。YouTube 見てくださってる猫姉さん、会えて嬉しかったです。なんかお土産までありがとうございます。なんか私コーヒー豆しかないのがちょっと恥ずかしかった。なあ、よかった、ステッカー持ってきてて。チケット系だね。あ、ほんまや、うちの推しハンモック。これ今日めっちゃ色の展開すごい。あ、いいっすね。
あ、この緑とかめっちゃ珍しくない？違う色のも欲しいですね。だいぶにぎわってるで。いや、あのファゴットのお店見つからへんねんけど。いろんな形の。フォートナイト。フォートナイトです。これ見て、鉄板。ちょっとさ、ここ高さがあるから、あの、なんていうの、パエリアとか。これは。ありがとうございます。似てる。ここはあれやね、多分鉄の鉄系のこうギア。これあれちゃうん、ファゴット、ファゴットちゃうブラックスミスのあのスタンド売ってるわけ。そうやろ。自分サイズにカスタマイズできますって書いてる。竹イバーナーヨーコトク。だってだから入るんじゃない？お得がないね。のお得を買ってない。料理できるもんな。ここじゃない？ほら。あったよ、ほらあ、ほら、ファゴットありました。こちら、丸山商店さんです。うちのこのプラテリートさんと出ましたね、マキバック。そう、コラボしてるマキバック。これめっちゃいいよこれ超おすすめ、マキバック。もともとカバン屋さんやから、もう縫い目もきっちりしてるし、急にご飯も使ってますね。ありがとうございます。もう渋い色がしっかりしてるし、めっちゃそれね。なんかめちゃくちゃ似てる巻きがっぽいですね。やっぱりポケットがあって、もうくくるとこがあって。あれはもう伊藤さんが大変考えられたんで、使いやすく何回も試作し直して。おお、そうなんです。一個一個手作りって聞いたんですね。はい。すごい、はい、全部裁断から縫製まで、はい、どうしても国内でやるとね、2500円ではできないんでね。絶対無理でしょで、ね、いやでもそれだけの価値がある巻きバッグやから。でもまああのね、破れたりほつれたりしても、あのこれから修理とかもできるんで、はい、その辺は印象使える巻きバッグって考えたら、そうですね、まあ安いですよね、安いです、そしてこれ長いですよ。めっちゃいい感じで使わせてもらってます。やっとの思いで購入しました。ずっと欲しかった。あ、そうですね。そうで、まあ、あのストーブ買うて、ストーブ、ストーブじゃない、焚き火台。そう、焚き火台。あれをぴったり入るようになって、ね、そうなんです。それと一緒にちょっと購入させてもらって。めっちゃいい感じです。めっちゃ最高の、一生使います。はい、またね、あれ黒もありますよね。黒っていうか、あの、あ、マーク、ラベルが、ね、はいはい、今日は置いてないですか。はい、今日はもうこの色だけということで、はい、前回売り切れてたからすぐ売り切れましたね去年、はい、今回ちょっと余分に持ってきてるんで、まだ、はい、ちょっと残ってます。あ、ほんまですか、はい、ぜひぜひ買ってほしい。はい、ありますよ。めちゃくちゃいいフラテリー糸さんにもありますよ。買ってください。もうすごい、カマも豊富やから楽しい。いいですね、うん、ありがとうございました。よろしくお願いします。頑張ってください。見つけました、見つけれましたね。見つけれた。
わ、嬉しい、おすすめすぎる巻きバッグ。渋いね、フォルムが最高にな。あ、ほんまや、これ去年買ったやつや。メスティンも出てるよ。なあ、だいぶ使ったよな、あれ。かっこいい。あれあれ、うちの子あれ。シングル用、あーシングルバーナー、あのやかんめっちゃかわいいな。どこのやかんやろうか。ちょっとこっちから見ようか。ほら、いっぱいある。すいません。わあ、こっちは。こっちはこっちで、あれ。はい、超おすすめ。タフマルとタフマルとタフマルジュニア。あ、ジュニア、かわいい。はい、やっぱり黒で、黒で仕上げて。はい、で、こう、普通のボンベも使えますね。ちょっと飛び出る形になります。はい。あれを倒していただいたんですよ。あの、蓋付きの。ありがとうございます。あれ、ラックス、ラック、あ、あれですか、黒いやつ。はい。あ、ありがとうございます。めっちゃいいです、あれ。一旦外れるから。そうそうそう、はい。めっちゃいいです、あれは。ありがとうございます。お鍋もできて。はい、そう。いや、いいっすね。まあ、そういうおしゃれな方に似合う。いやいやいや。上手。上手。そういう層を狙ってるんですか。かっこいいのが欲しいっていう方に。はい、やっぱりね、ブラック好きは、ブラック好きはやっぱり、いるから。うん。いやー、いいっすね。シェラカップもあるんや。あ、これはあの今日お買い求めいただいたら、お渡してる。そうなんですか。はい、今日ここで。ここで買えばよかった。景品です、今日の。はい、あ、そうなんだ。めっちゃいいやん。いや、ありがとうございます。めちゃくちゃいいじゃないですか。の、そう、景品のシェラカップ欲しかったから。欲しいよな。えぐっ、えぐいな、かっこいいな。いや、でもちっちゃいのでもいいけどな。うん、かわいい。ソロでも使えます。これってストレートに上げられへんのかな。あ、これで上げるんじゃん、これ。え、この大きさでいいけど、巻きって結構入りづらいんかな。どう、でも、こんなもんじゃん。奥行きが、薪を割る楽しみが増えるってことですね。そうです。いや、いいね、これ。でも1万円ぐらい安いで。そうや、1万円安いって。そうかな、その1万円であのテーブル買えもんな。テーブルは可愛い。テーブルは可愛い。大きい、大きいのもいいけど、こっちは結構すごい。すいません、あの、煙突あるじゃないですか、はい、あの上からなんか火の粉とかが上がるって聞いたんですけど、はい、これは大丈夫なんですか。基本的にはあのちょっと先みたいに巻き飛べる時とかに吸われて上がったりもしますけど、はい、今度これで例えば、はい、テントがに穴が開くっていうことは、あ、ほとんどないです。あ、ほんまですか。でね、あとあれ曲がってるじゃないですか、はい、あれはまっすぐにできるんですか。もちろんできます。あ、できる。おお、ここで横から出すため の, あ, あ, のこの、はい、シミュレーションとして、はい、あ、この煙突はタイプは選べるってことですか。はい、そうです。これ今90度で曲げてますけど、45度で曲げるものもあります。おお、そうなんですね。はい、今日だけのあのプライスなんですか。そうですね、1万円ぐらい安かったですね。めっちゃ安いですよね、はい。いや、かっこいいな思って。あの3種類の展開ですか、薪ストーブは。スタイル、スタイル種類がそうですね、3タイプですね。3タイプ、はい、らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いや、めっちゃ迷ってるんですよ。いや、いいですね。今日だけやって、今日だけやったらもう共感しかない。値段はすごくあの必ず守っていただいてるような感じなので、はい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 、今日は本当にイベント特価にはかなりお得です。あ、そうですよね。今日はいつもじゃあ今日逃して買おうと思ったらもうその4万なんだな。はい、ああ、薪ストーブはね、
あれがあるだけでなぜかおしゃれになる。いや、このガラス面が大きいものってなかなかなくて。ああ、確かに。しかも黒やから。今度だから今ここの90度曲げてるやつのストレートバージョンがあそこにある。テントも買わなかんな。そうな、煙突出せる。煙突出せる。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、欲しいな。お金下ろしなこうかな。どうします？薪ストーブどうします？薪ストーブ。今日だけのプライスやで。いや、安いもんな。今日逃したらもうあの値段で買えるな。いや、どうせ買うんやったら今日買わなあかんやな。販売もなんか厳しくしてるって言ってたやん。うん。値段設定は。おお、すごい。うん。売り手の思うつもりなの。いやー、買うんやったら、もうどうせ買うんやったらね、買っちゃいますか。買っちゃいましょう、買っちゃいましょうって、ほんまに悩むわ。悩むな、うん、買っちゃいましょう。戻ってきちゃったね。やっぱりもう一回見たら欲しい。じゃあ、あのチビを一つください。はい、ドキドキする、うん、こんな大きい買い物まさか今日するとは思わなかった、うん、うん、あ、お願いします、はい、何日ぐらいで届くんですか。1回以内、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。なんか手元になかったらなんか買った感ないな。お疲れ様です。バイデアママさん、お疲れ様でした。帰ってきました。疲れました、ね、楽しすぎて楽しすぎて笑った。天気がもうひどかった。エンディングはちょっとあのおうちということになりました。なりました。いやでもなんか面白かったですね。面白かった。いろいろ話も聞けて、うん、そういろんな人に出会えた。いや皆さん、声かけていただいた皆さんありがとうございました。アウトドアコーヒーの方もよろしくお願いします。シンプルに YouTube 見てますって。ああ。YouTube 見てますって言われて昨日も見てきました。めちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもめちゃくちゃ嬉しかったです。めっちゃ嬉しい。 あの言葉が多分一番嬉しいかもしれない。YouTube 見てますっていう。そしてまたまたマントスミでマントスミでやっちゃいました。まさかの今回は薪ストーブ買っちゃいました。まあでもこれはもうしょうがない。あの買い得すぎて迷いに迷って3回ぐらい見に行って決めたことなのでね。でまあ郵送していただけるので、あの届くのはまた後日になるんですけども、楽しみです。届くのが今日のアウトドアフェスの一番の沼はマウントスミでした。まあまた届いたら開封しようかとか、またお伝えできたらなと思いますので。いやでもどんどんフェスもこれから増えてくると思うから、また行きたいですね。ぜひ次はまた5月に5月アウトドアパークね。あれもかなりの
沼だらけやから気をつけていこう。あんまりお金持たず心で心して行きましょう。最後までご視聴ありがとうございました、よろしければチャンネル登録とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。バイティアオーチャンネルママでした。またお暇で。